マジで、ああそう、昨日から今日にかけて、あれです、口内炎が攻撃してくることがなくなりました。イエーイ。ほぼ治った、多分これは。よかったです。もうね、マジ痛かったからね。完治ではない、多分。マジで痛かった。あと見せられるぐらい。ここ。いけるいける。いけるいけるいける。念のため聞くけど、前髪切った。そう、なんか昨日の髪型、ここにツインテールして前髪がこれぐらいしかないみたいなやつで、前髪が短すぎるとこう流せないなと思ってずっと伸ばしてたんだよね。終わったから切りました。伸ばしておでこ出せよ。髪長いですね。そうなんですよ。こんなに伸ばさなくていいんじゃないのって。すごくない？とても長い。
そろそろ毛先を整えないと。これぐらい、これぐらいにしないと。バッサリはいきません。これくらい。気づかなくていいよ、みんな。マジ気づかないぐらいだと思う。もうそれか、でもこれぐらいにするとさ、めっちゃさ、支度っていうかこう準備が大変になっちゃう。起きたらこんなになってるから。そう、ちょっとこれは似合わないわ。気づかないと。なんで気づかないのって 言うね。言っちゃうわ。そうだ、明日はベルちゃんの洋服着る。うん、ちょっとごめん、今日もなんか手持ち無沙汰な感じになってしまっている。なんか話してよ。チョコボール美味しかったでしょ。まだ部屋は綺麗なまま。ちょっとお洋服が、でも物は増えてないから、お洋服片付ければ元通り。
れ、リンゴ飴食べたい。洋服選びで散乱して、あ、違う違う、洗濯終わったやつが、ちょっと散らかってる。畳もうかけよう。そう、なんかアンナが洗濯してくれて、それを部屋にこうプッチッチッってされたりするとできない。アナピエは洗濯がくり、あ、そうそうそう、結構サボりがち、うん、時は食器洗い、これもまたサボりがち。畳みながら配信でも大丈夫。だっていなくなっちゃうよ、こっから。こう畳まないもん、言う。ハンガーにかけて、クローゼット。ダウン何色か決めた？ちょっと黒がいいんじゃないかなと思ってんだよね。汚れなさそうで。みんななんか緑とか、黒かな、やっぱなんか緑っていう人がいる。暗い緑が意外と使いやすいって言ってくれてる人とか、結構みんな黒。やっぱ黒だよね。2個買おうかな。2個。明日2、3部がストレートパッツンで、パッツンできるかな、ちょっと私はパッツンできるかどうかが不安なんですけど、ちょっと肌浮いて食べよう。
4、5部がチャイナなので、ここら辺にお団子したいなって。ここお団子できるかな。エメラルドのチャイナ、あ、そうですそうです。結構磯部から交換してもらったお洋服はですね、結構ねラブリーっていうか、こうさ、まあ、爽やか系ではあるし、ルアがよく着てるんだけど、結構ラブリーって感じでした。風邪？いや違うと思う、アレルギーみたいな。オンラインは人来ません。人来ません。ちょっとミュートにさせて。そうそう、全然ね、まあ来てくれる人はもうすごいたくさん来てくれてるんですけど、でもなんかそう聞いた、最後の12月7日のオンラインおしゃべり会は7、8部が完売って聞いた。ありがとうございます。あ、当日券あるですか？ないです。オンラインは当日券、誰が買い占めたんですかって言いたいんですけど誰ですかって。だってさ、オンラインさ完売するってさ、誰かがたくさん買ってくれたとしか思えないんですよね。たくさんお話ししましょうね。明日のお供はですね、朝が2、3、4、5部の時って空いてないんだよね。その私の大好きなゴンチャとか。そうなんですよ。だからスタバになっちゃうか、コンビニのストローサス系のドリンクにするか。そう、オンラインの音もそうなんですよ。5、6、7、8部だったらゴンチャで、なんですけどね、まあしょうがないのでコンビニかな。
唐揚げも買うかも。そう、コンビニ行ったら唐揚げも買っちゃうかも。ゴンちゃんのボトル？ゴンちゃんで最近のおすすめは、あ、今あのタピオカが苦手って方もいらっしゃると思うんですけど、結構甘いんですけど、あの今の期間限定のなんかクリスマスシーズンのいちご味、あまおうのミルクティーとショコラティーにいちごゼリーが入ってるやつ、あれ美味しかった、すごく美味しかった。結構甘いけど、中がゼリーなのでタピオカが苦手な方もぜひ。わ、58分ありがとうございます。では壇上読ませていただきますね。10歳新潟のとしさん、ありがとうございます。どうしたの新潟の。12位きっと萌えラインマーメイド曜日さんさん、ありがとうございます。11位音速の貴公子さん、ありがとうございます。10位ゴンちゃん、ありがとうございます。9位ユージさん、ありがとうございます。8位タカタカさん、ありがとうございます。7位ヨッタさん、ありがとうございます。6位タカタンさん、ありがとうございます。5位アベベポキさん、ありがとうございます。4位ブッチャーさん、ありがとうございます。3位ハマッピさん、ありがとうございます。2位片山さん、ありがとうございます。1位マコエモさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日オンラインよろしくお願いします。可愛くなります。バイバーイ。